はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。ですね。このゲーム、タンクメカニックシュミレーターというゲームですね。やっていきたいと思います。結構ね、僕このゲームがね、前々から気になってたゲームでね。気になってはいたけど、どこで買えるか違うな。まだその時は Steam やってなかったから、Steam にあるともしてなかったんだけど、まあ最近ね、いろいろ漁ってたら、ゴールドラッシュゲームあるじゃないですか。まああれの、まあ、販売するところがあるんですけど、販売元の会社さんのと同じ、まあ結構カーシュミレーター系のゲームで結構有名なね、とこがあるんですけれど、開発はね、違うんですけれどね、その販売元が一緒で、結構この、メカニックシミュレーター系のね、ゲームを多く出してる会社のゲームの中で、このタンクメカニックシミュレーターというのがあるんですが、もうね、今のところもほとんど、サビ落とし等は完了してる状態でね、よいしょ、ちょっとね、まだね、操作が慣れてないもん。今はね、ちょっと足りないパーツをつけていったりとか、購入したりとかですかね。やっているところでございますけど。まだあれか。中側をまだちょっと、濡れてないのかな。ペイントガンがね、中に入りまーすと。ほい。運転手席の方がいいかな。はい。そういち、あ、わー、あ、そう。出る。そう、まだやってないところがあったとは。はい。こちら、赤サビ落としですね。こちらの道具を使って、中に入って、あー、違う、保守席ではない。操縦手席。これでね、赤サビを落としましょうと。この辺のやつはもうね、赤サビを落として、サンドブラスターかけてあって。で、あとは塗装待ちと。まあ、手順としてはね、パーツの赤サビを落とし、サンドブラスターで、このね、どう見ても DIY でしか使わないようなね、サンドブラスターでね、戦車のね、サビを落とすっていうね、どんだけすげえんだよっていうようなサンドブラスターですけど。もっとね、工場用のサンドブラスターってこんなんじゃないですからね。いいかな。ね、銀ピカになってるのがね、もうサンドブラスターかけましたよっていう感じの塗装が剥がれてる状態ですね。もうゴムでも何でも塗装剥がれた状態のね、銀ピカのやつになるので、まあ、ゲームのシステム的に言うとなんかこうテクスチャをね、貼り直してるというか、テクスチャを変化させてるっていう感じの、やり方をうまく使って、ゲームとしてね、塗装をやってるって感じですね。これ今やってるのね、赤サビを落としたので、今度はサビ止め塗装をしてますね。なぜかああいうね、ボックスなんかもね、ここもかい。ボックスなんかも、座席なんかも一回サビ落としのやつをかけて、で、モードを切り替えて、ペイントしていくと。この赤いのがね、サビ止めのやつなの。あれですね、鉄筋、コンクリート仕立ての鉄筋の赤いじゃないですか、鉄筋。あれと一緒ですね。ハンドルがない。あ、ハンドルはある。あれがないな。なんだっけ、チェンジか、これは。いいかな、塗ったかな。外出よう。で、今は足りないパーツを付け足していくっていう状態ですね。まあ、状態ではあるんだけれど。これ外すには、まだこれ。これ外すには、どれを外したらいいの？まずこれから。
ギアボックス内が、ちゃんとなってるのかなっていうのをちょっと見たことがなかったんで、いろいろ外してみようと思います。座席も外しちゃうべ。よいしょ。これ塗装完了したのか？あ、完了してるね。で、まあ、あれは残しといてもいいでしょう。これじゃなかな？一回パーツ外して、これ外して、映すのに邪魔なやつからどんどん。これ邪魔かな？よいしょよいしょ、どんどん行こう、どんどん行こう。はいへへへ。ちゃっちゃか行こうぜ。これを外したいんだが、外したいんだが、これ外れないのか、そもそも。どうなんだ？あ、先に下からか。よいしょ。で、どう？まだ？まだ、こいつを外すには何を外さなきゃいけないの？どれ外す？あ、先にこっち？で、これ、どうやって外すの？これ。なんかね、先に外さなきゃいけないのね、青いマークがつくから。下外すには、この辺全部外したことないからね、外してみたかったんだけど。あ、これがね、こういうのとかね、塗装したいから外したいんだけど。いやだ、この辺のパーツとかもっとすごいでしょう。これは？これは、どこかな？どこから外せるのかな？これも外せるでしょ、普通に。上から、ここって外せないのかね。もう外せるでしょ？外せないの？これ。まあ、いいや。この部分がパーツとして売ってないから、そもそもね。確か。このでっかいこの部分ね。エンジンは売ってんだけど、このギアのね、部分とかね、ギアチェンに必要なこの部分ってね、売ってないんだよなぁ。だから戦車据え置き状態なんだよね。側と一緒についてきちゃってる。その辺を考えるとちょっとね、まだまだ、シミュレーターとしては雑なんじゃねえかっていうね。まあ、エンジンに関してはね、これ外せるだけだからね、さらにこの中身をね、いじるってことはできないので、まあ、その辺はちょっとね、ちょっとまだね、詰めが甘いと言っちゃ、詰めが甘いけど、まあ、カジュアルにゲームをやるんだったら全然問題はないけどね。からね。この辺とか見えねえからな。どうやってやったらいいの？濡れてなかったかな。どっかに焦点が合ってるはず。これあれだな。一回出よう。サンドブラスターかかってないね。
透明化。やっぱこれがな、ペダルの部分をどうやって塗ったらいいんちゃう。これどうやって塗ろうか。しょうがない。もうギアボックスの間から。いい。中から覗いて。濡れたかな？濡れたっぽい。いや、こっからは難しいでしょう。色塗るのは。濡れてる？濡れてるだよな。あ、ちょっと濡れてんのか、あれ。いや、まあ、濡れてねえな、あれ。どっちなんだ？全部濡れてるのか濡れてないのか確認でき、くそー！いやー、やっぱ全部外したいなー。よし。よいしょ。よいしょ。これしゃがんでる状態だから。なんか、これ以上入んねえのかな。これ以上中入れないっぽいなー。あれ、どうやってあそこまでたどり着こう。そうだな。もう一個手があるな。手がないわけではないから、手があるな、まだ。よし。開けよう、ここ。いや、そこに赤いの見えてるから、こっからできる。ペイントか、さっき。ペイントか、ペイントか。はっ。こっから見えるじゃん。はい、100% ペイント完了と。あとはでも大丈夫かな。ハンドルなんかは確か、サンドブラスターかけときは緑色になるかな。それで完了したはず。届かねえ、あ、よし、OK。よしよし。この辺も確かサンドブラスター程度でよかったと。このチンケな DIY サンドブラスターで。どう考えてもこのサンドブラスターでだけでこの戦車の錆を落としたりとかは無謀でしょう。ハンマーとかね、サンダーとかあるんだけどね。あんま使わないんだよな。まだこれから、出てくるかもしれない。ハンマーで叩いた方が早く済むっていうのはあるけれど、叩いたことによってパーツが壊れちゃったりとかしたらしょうがないしな。あとね。いや。落ちる。よいしょ。やり方として何が一番ベストかはちょっとね、わからない。普通はね、塗装した後にサンドブラスターかけるってね、やばいんだよ。おっと、失礼。けどね、もうね、お構いなしだからね、これ。完全に塗装しちゃってもサンドブラスターかけても塗装剥げることはないから。サンドブラスターやって、その塗装が剥げるっていうようだったら、その赤サビ落としをやった後にサンドブラスターやって、で、その状態で全部こう直してからペイントをまた一からこうね、サビ止めの塗装して、で、ペイントしてっていう作業になると思うんだけれど、ペイントを直った段階でサンドブラスターかけても、まあ見ての通りあんな DIY 程度のね、パワーしかないサンドブラスターだから、ペイントがね、剥げるってことがないらしくてね。順序的にね、特に大丈夫そう、みたいなね。さあ、じゃあ戻していこう。先に、何からいこうかな。これかな。お、これ濡れてねえんじゃね？とりあえずこれ戻して。違う。これ戻して。ギアボックス内の、よし、戻して。
結局外せなかったからな、床がな。このでっけえの外せないんだろうな。どんどんやっていこう、どんどんやっていこう。どんどんやっていこう。ペペ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 ーと。ういっ。一応ね、全部パーツつけて走行可能状態にしようかなっていうぐらいまでは。でね、この世界観ね、戦車がそこら辺にポコポコ落ちてる世界観なのかね、やったら戦車のレストアのね、仕事が入ってくるし、おまけに、なんだ、戦車のパーツがね、全部オンラインショッピングで買えるんですよ。なんと、錆状態のものから、塗装された状態のものまで、購入可能ででしてね、なぜでしょうか。よくわからないですね。どう考えてもガルパンと同じような世界観でしか思えないんだよな、私にはな。多分ないんじゃないかな、パーツが。あ、パーツないですね。はい、すいません。で、これもないかな、パーツ。あ、これはあったか。これ完了してる？完了してるっぽいな。中でないのは、あ、これつけてもらえた。ギアのね、外枠。いいかな？いいかな？まあ、とりあえず中で足りないのはこれか。レバーか。出まーす。中で足りないのはレバーですね。レバーと、こっちで足り、中で足りないのは特になしか。じゃあ、レバーだけあればいいのかな？とりあえず今のところ。欲しいのは。で、こいつは、まあ、はぁ、ちょっと一回、こっち確認して、全部青くなってることを確認して、レバーと、バッテリーかな？バッテリーボックスとレバーがあればいいかな。V ベルトもあるし、いいでしょう。ね、PC からオンラインショッピング開いて、今直してるのは、3号戦車 M 型で、どこかな、どこかな。まあ、履帯も買わなきゃいけないんだけれど。いや、ちょっと待ってよ。確か、エンジンパーツも足りてないのがあったわ。ちょっと確認しに行こう。エンジンパーツ足りないのがあったよね。ここ、なんだ。フレイル、フマップ。プモップ。よくわからん。フライプロップ、フライプロップ。エアフィルターもないから、今買っとく。で、フレイル。F。どれだ？ファンではなく、フレイル。あ、これか。これですね。コースはこの辺は大丈夫だな。レバーがなかったし。ギアは確か両方ともあったから問題なし。これが一個足りなかったかな。どうだったかな。あ、これが確かなかったかな。こことか。で、あとは、この辺のパスがね、一色たになって売ってるからね。あとは、そうだなぁ。まあ、大丈夫かな。ほら、これパーツとしてこれがあるのに外せなかったからね。どういう手順で外せたらいいのか。全部外さなきゃダメだったのかな、あれは。確かなんか、ハッチ的なやつがなかったような気がするけど、まあいいや、それは、くっつけた後考えよう。はい、OK。とりあえず走行可能状態にするのに必要なもんから先に揃えていった方がいいからね。まあ、外枠なんて後から別でもつけられるし。よし。どこだ？あ、バッテリー忘れてたか。先にハンドルつけちゃおう。届かない。あ、反応しろ。
ジオスで反応。ここはこれだけだもん。え？あれ？俺ハンドル買ってなかったっけ？もしかして。エンジンパーツしか買ってなかったか。はい。これ、なかったよな。俺持ってないよな。あとなんだ。プロップホースト、プモップホースト、フレルプロップホースト、エアフィルター、ウンター。はいはいはい。英語わかんないから、形でね、ちょっと見分けるしかないから。こっちから見るんじゃなくって、エンジンパーツと、エアフィルターなんたら、エアフィルターなんたら、トレイルブモップ、あ、これだな。これと、ベルトはあるから、エアフィルターなんたら、エアフィルターなんたら、エクスウンちゃん。違うな。エアフィルターなんたら、これか、あ、これこれかこれ買ったっけあれ買ったっけわからん。とりあえず買ってみよう。うん、わかんねえ。わかんねえ。あ、合ってる合ってる。よし、これくっつけて。多分これつけて、上をつけて、これって確か完成だったはず。もう足りないのはなかったはず、これ。気になるから調べるか。こっちかな。これはいい。エンジン、エンジン、エンジン。エンジン 100% だね。よしよし。エンジン 100%。ペイント8。よし。by missing parts 足りないパーツを購入しますかってかなこれな、一応あるパーツ全部くっつけてみないとわかんねえからな。今外れてるやつくっつけちゃったら在庫のやつと一緒になっちゃう可能性があるから、で戻ってもらって、でそうだな、上は あまた忘れた、バッテリーボックス、バッテリーボックスネットで買えるからいいけどさ。戦車専用ネットがあるからな。ほぼほぼガルパンと一緒ですよ、これ。注文できるから。バッテリーボックスどっちだ、これ。どっちのバッテリーボックスを買ったらいいんだ、俺は。2種類あるぞ。バッテリーボックス。どっちだろう。どっちなんだろう。しょうがない。二つ買っちゃおう。わかんない。前回これでわかんねえわかんねえって買ってて、あれどうしてつかねえんだ、どうしてつかねえんだって思ってたら、ずっとね、普通の3号戦車作ってると思ったんだよ。3号戦車、J 型と M 型があってね、今 M 型作ってんだよね。ずっと J 型のパーツで漁ってて、なんでねえんだろうなと思ったんで、そういうことだったんだよ。大変だって。この画面の状態のままだと俺ずっとここから変わっててね、お金なくなってて、あれつかねえつかねえなーってやってたらね、全然違うとこ、ちゃんとね、上にあったよね。普通にね。M 型のパーツじゃなきゃいけなかったんだ。けどなんだよ。4号の、だったかな。この、4号のだったのかね、砲塔の、砲塔を回転させるためにこのあるパーツ、これを4号から買ってったんだかね。もう忘れちゃったな、それ。もういろいろ、あの時は。いろんなもん買ってたから。共有パーツはね、付けられるかな。ここだけだよな。こっちにバッテリーボックス必要ないもんね。左右があるんだったら、レフト、ライトとかって書いてほしいもんだけどな。まあいいや、ここはもう全部これで OK だからな。OK ね。OK。足りてないものはない。くっつけた。はい、ハンドル忘れ。すぐ買うもの忘れちゃう。どこだ、どこだ。ここじゃないかな。違う。こっちじゃない。こっちかな。こっちだな。ハンドルがない。
ハンドルがない。違った。どこにあるのかな。どこの部類なんでしょうかね、あれはね。これ外側だと思うからな。どこの部類なんでしょうかね。足回り、エンジンじゃない、ギアボックス系かな。ギアボックス系かな。あった、レバー、レバー。レバー。はい。よし。よいしょ。あともうね、つけて外して、つけて外してをね、繰り返すゲームだから、これは。うん、まあ、シュルツェンの根元はいらないとして、あるものはつけていこう。これをつけます。うん。落ちたら、ここなんかね。よいしょ。つけといて。確かライト持ってなかったはず。うん。だからいいや。これの判定が。ほいっと。これ外してあったのはね、あの、ネジがね、足りてなかったんですよね。最初ついてるとき。塗装完了して、よく見たらネジがまだついてないなーって。これ外したパーツを塗装するとかっていうのがないもので、よいしょー。だから、ついてるやつをね、あの、サビ外して、塗装して、ってやんなきゃいけないから。大丈夫だよな。あそこにね、ギアボックスカバーっていうのがここにあるんだけれど、あの、選択のね、範囲はね、ちょっと難しくてね。もうすぐにね、ギアの方はめちゃうんですよ。奥からしっかりはめさせてくれないという。で、ギアはめちゃうとギアボックスカバーつけらんない状態。でも、まあ、走るみたいな感じがするのかな。うん。欠品はしてるんだけどね。はい、サスペンション。このサスペンション両方外してあるのは、このサスペンションの軸の部分がね、錆びてたりとかするときがあるので、足回りは基本的にこの辺は全部外しちゃわないと。あれ？これは？あの大きいネジがあるから一回外しておきました。で、何が足りないかってね、このハイライトっていうか、あのゴーストで出てくるからね、特にすごい、あの、難しいってことはないですけどね。よし、履帯はちょっと待ってもらって、上のカバーはもういらないからつけちゃう。ここもつけちゃう。あれ？これで大きいネジいらない系か。これネジがね、いるのかいらないのかちょっとわからない部分が多くてね。よいしょ。ふい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 。実際は対比ごとにやるんだっけ、これ。バッテンバッテン。あ、間違えた。これ、締め方あんだよね。これ、バッカの。タイヤとかもそうだけど。順番があるんだよね。私、車屋さんじゃないからちょっとわかんないけど、忘れちゃったけど、昔は、親と一緒に
スタッドレスタイヤというか交換してたから、多少は知ってる程度だけど、なんかあったはず。はいはい。よし。ま、ゲームにね、そこまでのね、この、なんだ、ネジのね、ネジ止めの正確さ。あ、これ足りてないよ。あ、足りてないよ。1個、2個。つけて、あれ？君どっから出てきたの？足りてないよ。よし。足りてないパーツが出始めちゃったな。いけないよんと二体天輪が1、2、3、4つか、4つと、サスペンションアームが1つ足りないと。よいしょ。足回り、足回りここかな。これが4つか、1、2、3、4と。サスペンションアームが1個と。これどこだこれどこだ、これのカバーか。うん、これのカバーで、これも1個足りないんだよね。確か、そうだったはず。でね、一応ね、サビ状態のものからも購入できる。もちろんサビ状態からのやつを購入した方が安上がりだっていうのもある。全部がね。ただめんどくさいから買っちゃってる。ペイントされたやつ。うん、ペイントされたやつあるからね。まあ、私が女子高生だったら、洗車道をやってる女子高生だったら、もうやっぱね、サビがついてるやつを買ってね、自分たちでね、サビを落としてやるっていうぐらいまでありますけどね。経営者だからね。いいや、めんどくせえや。うん、向こうも向こうでね、この、実際にこの完成品パーツを作っている会社があるのでね。あれれー。あれれ、錆びてるのがなんで出てきちゃったのかな。あれれ、私、完成品パーツを買ったような気がしたんですけど、すごい、不良品が届きましたね。あれれ、あれれ、これ多分バグだろうな、なんかな。おそらく、購入して、で、錆のあるパーツのところを見て、金額だけ錆が取られたやつやって、で、購入したストアのページの開いたページのままのやつを閉じたせいで、おそらくこのサービス製品が届いてしまったという、なんということでしょう。まあいいや、直しましょうか。じゃあ。こんなことあるのか。これ絶対サービ、これ絶対バグでしょ。私は完成品を購入したはずですよ。ストックで持ってるんだったら最初からね、サビ付きのやつをね、ストックでくっつけてるから。なんてこと。こんな DIY の使えるサンドブラスターでサビが落とせるわけがない。永遠とやってもね、このね、カーボンの砂が多分これね、上にくっつけてやるね。やるのはこのね、サンドブラスターアートとかね、そういうのでね、使ったりとかするのはわかるけど、工場で使うやつはもっとでけえコンプレッサーが必要だったの。はい。よし。ね、錆止めのね、赤いこの錆止めの棒何剤っていうの、塗るときとね、あとペイントするときはね、モード切り替え X ボタンだったかな、
で、モード切り替えで付けられるので。これはね、僕ね、発見しなかったからね、最初の時この真っ赤っかの状態でね、納品してましたね。これが付いてるから、あとは上のカバーだけか。じゃあ、とりあえず、リタイをくっつけてみよう。はい。よいしょ。はい。ほい。こっち、ほい。ほい。ほい。ん？反応しない。なぜだ？よし、いく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 、はい、はい、で確かこの履帯は確かペイン未塗装履帯だと思ったかな。一応そのぐらい下がってるか。履帯フィニッシュでなってる。ペイントがされてないの、そっち側か。前間違って購入したのがね、多くあってね。よし。で、前側をつけますと。ない。じゃあこれがないから、とりあえず向こうの後ろの履帯をつけてみようか。これあったかな。あー、ないね。よし。在庫の確認。3号戦車 M 型を確認します。あとあるのは、ギアボックスカバー。履帯はないようですね。上の方に欠品はないとは思うけど。はい、とりあえずここを戻しとく。確かこっちのカバーが1個足りないんだよな。これは？よしよし。はい。はい。じゃあ、1個足りないと。よし。まあ、あるやつ全部つけていくか、どんどん。こっからは。よいしょ。はい。これ外してあるのはね、一回塗装は全部終わったんだけれど、ネジがね、ついてるだけで上下なかったりとか、片方しかなかったりとかっていうのがあったから、これは別にいいか、つけても。あとつけるばっかだから。ほいほいほい。ここは全部パーツがあってよかったな。これは足りないと。
よし。じゃあ、足りないパーツを、チェック。これで買えるのかな？いや、まだ待って、まだ待って。まだ早まる。早まるな。まだ早まる。まだあるかもしれない、在庫が。これらだね。多分つけてもいいはず。多分つけてもいいじゃない。多分足りないパーツを購入するっていう項目だとは思うんだよな、あれが。ちょっと怖いから、これ一応これ借り物のやつだから、バイエミッシングパーツ、バイ買うだからいいんだよな。こんにゃく、スマホ味と、欠損した部品を購入だね。はい、買います。これで買ったはず。いいね、買ったね。うん、よしよし、買った。あとつけるだけだ。楽よな、このボタンがあると。インターネット開かなくて済むから。よいしょ。ああ、早い。それは早い。まだね、こっちの前の立体がついてないからね、それは早い。ほんとシュルツェン邪魔だな。遺体だけ買ってから修繕購入した方が良かったなぁ。ほい、そっち。ほい。あ、カバーつけてない。よし、ほい。ほっ。これやってたけど、もう1時間経つんじゃねえかなぁってぐらいずっとやってるなぁ。よし。ほっ、よっと。遺体。これで完成だね。はい。で、上。ほい。ね。欠落したパーツを一括購入できるってボタンがあるから。あんまり、ちょっと待ってろよ。ほい。ほい、中入る。通信出席。あれ、ここの銃がねえけどな。あ、レアリティにもよるのかな、そこら辺は。これおそらく、この戦車は、博物館から、頼まれて、走行可能状態に戻してくれって言われたやつなんですよね。それだから多分武器がついてないんですけど、地中から、掘り出してきた戦車は、ここに、機銃がついてましたね。しっかり。違う。で、パーツは多分、機銃のパーツは売ってないかな。だから。よいしょー。およ。これか。ついてるな。ほい。よいしょ。はい、カバーつけて。よいしょ。はい。
角度がわかんない。これつけてるの見てもあんまり面白くないんだよな、シュルツェンは。オッケー、いいかな、いいかな。ちょっと待ってくださいね。燃料を見ましょうか。ないですね。はい。これはオイル、エンジンオイル。はい。はい、次。あ、これじゃない。燃料タンクに入れる。はい。はい、お次。よいしょ。冷却を入れる。はい、じゃあこっち見て。はい、入れる。はい、OK。で、あれ、まあいいや。体も動かずでしょ。よし。じゃあ、エンジンスタート。あ、回せ回せ。よくそっから回せるね。うん、もうこのこんなとこからぐるぐる回してるから。ああ、かかったかかった。いいね、いいね。いいね、いいね。元気だ、元気だ。いいかな？もういいかな？この状態で走行テストいけるかな？やったことないんだよな、俺な。よいしょ。ほい。ほい。この状態からの走行テストはいけますか？ああ、ダメですか。上くっつけなきゃダメだね。よし。はい。よいしょ。あとは、いいかな？多分、上側が足りないパーツがあったような気がする。しゃがむ。中は足りないパーツはないよね。ないようだったら、これは戻しちゃおう。はい。はい。いいね、いいね。あ、いいね、いいね。出来上がったね。よいしょ。綺麗になったね。ちょっとこれ、閉めて。99%。何かが足りていない。何かが足りていないというか、何かをやっていないらしい。パーツが足りてないみたいだな。タンクリペア 98%、タンク、アセンブリ 98%、何かが足りてない。というか、何かを設置していないらしい。中入るか。中が足りないのかな。何が足りてないの？足りてないパーツは購入してあるから、困ったなぁ。違う。こっち、状態チェック。何が入ってない？あ！ガンオプティクス。キャノン、はい。砲塔周りで何かつけてなかったりしてないのがあるらしい。ちょ、見に行こう。報酬席行こうか。あー、ついてなかったね。ほんとだ。およよ。
なんか出てくるけど、チラ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 出てくるけど。どうすんだこれは。オプティクス。これは買わなきゃダメ系かい？新品見て、他の？これはでも外回りだよね。中。はい、これと。あとはいいかな？多分あとは大丈夫な。いいかな。よしよし、たかたかたか。はい。よし、こいつのね。はいはい。はい。あれ？つけらんないぞ。なぜに？いいか、外すか。じゃあ、こっちに持ってくるか。はい。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。お、ちょっと走らないで。よいしょ。これで 100%。ペイントは 99%。何か濡れてない。何かが濡れていない。何かが濡れてないぞ。何が濡れてない？エンジンではなくて、何かが濡れてない。キャノンベースアタッチメント。キャノンベースアタッチメント。あー、はいはいはい、そこ。そこ！そこ！はぁ、まったく。よいしょ。な、あ、落とした。い。落としちゃった。い。大丈夫、よしよし。キャノンベースアタッチメント、ペイント？あぁ、違うな、とこちらな。はい。はい、100%。やったー、これで完成。イエーイ。長かった。オッケー。いいね、いいね。いいね。よし。じゃあちょっと走行テストしに行きましょうか。はい。まだね、射撃まで、射撃可能状態まで戻すっていうこともできるんだけれど、まだね、そこはアンロックしてないので、スキルをね。なので、さあ、入りましょうか。はい、とりあえず、運転手の席に、閉めます。わ、見にくっ！エンジンスタート。あ、後ろから回すのね。ミニック。でもしかし懐かしいな、この。この視界は懐かしい。パンツァーフロントを思い出す。まあ、見えにゃいーん。全然見えにゃいーん。ちょっと待ってろよ。 C バック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 。いいね。よしよし。さあ登れるかな、そこ。いけいけ
いけ。やっぱここは無理か。さすがにここは無理なんだな。いいね、いいね、動くようになってよかったね。うん。うん、これならきっとね、戦車道の大会でも、しっかり活躍してくれることでしょう。いいね、いいね、いいね、いいね。やっぱ本来はそっから登るんだな。あ、壊してるよ、壊してるよ。壊してるね。せっかく納品までなんだけど、だいぶ傷ついてるような気がするけど。いや、あそこは登れないでしょう。すごく滑るもん。おお、いいね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 。元気、元気、元気、元気。引っかかるけど。ちゃんと。ちゃんと足回りもしっかりグラフィックが再現されてる。よし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 、いいね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 。下からのアングルの方がかっこいいんじゃないか。きれいに、きれいに立体が並んでるね。いいね。よしよし、いいじゃん、いいじゃん。完璧、完璧。ここが登れないんだよな。ほら、絶対滑る。絶対に滑る、ここ。いけ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 。登れ登れ登れ。頑張れー、行けー、登れー。いや、無理だよな。これアップデートで変わるだろうな。よし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 、いいねー。よし、でこれで戻ろう。じゃあね、まあこんな感じのゲームですよと。ほら、ここにも書いてあるね。受注して、で、直して、納品してお金もらって、受注して、直して、納品してお金もらってっていうのを繰り返す。でまあ、直してくれ、博物館に送ってくれ、あと掘り出してきて直してくれのいろいろね、種類があるみたいでね。で、これのね、やつをね、直す前に、同じやつ、3号戦車 M 型をね、同じやつを、どうも、掘り出してて、まあ、さっきも話したけどね、機銃がね、ついてんですよね、そっちはね、ちゃんと。あれは多分博物館からのやつなんだよ。こっちはね、掘り出してきたやつ。ほれ。なんか乗ってみようか。無線手の席、ほら、ここについてんだよね、ちゃんと。でも向こうのやつは全部パーツ購入したけど、この MG34 はついてこなかったからね。なんででしょうね。
これのね、なんだろう、スコープはついてきたんだけどね。よし、でよ。まだね、博物館に飾ってあるのは1個だけね。ミュージアム。今、無料にしてるかな、俺。1ドルもらっとこうか。うちのタンクミュージアムね。でもこれでいいはず。はーい。よし。多分これ飾っていいやつだと思う。チュートリアルで掘ってきたやつだから。じゃあまあこんな感じでね。一応戦車はね、まだ種類が全然少ない。第二次大戦中の戦車でね、も、まあ種類が少ない方。で、エンジンパーツとかもね、もっと中いじれたらいいんだけど、全然だからね。ちょっとしたフィギュア、あ、分解できるフィギュアをいじってる程度のゲームっていうのはね、感じる。その辺がちょっと残念。ギアボックスとかもうちょっとね、ギアの一個一個とか、できればよかったんだけどね。じゃあ、納品しましょうか。はーい。なんか 59% になってる。なんか足りてないパーツある？ないよな。あるか。なんか足りてないと言われてる。うん、グイーン。赤いく表示されてるから、本当だったら。ああ、はいはいはい。ここまで直してくれればいいよっていうやつを俺 100% まで直しちゃってるってことなのかな？もしかしたら。はーい。どうもでーす。でも金めっちゃ入るからな。うん。こんなもんでしょう。オープンコンピューター&ザチェックメール。さあ、ネクストスタッツ。この辺はね、また自分で進めなきゃいけないところだから。これ今受注してるやつかな、俺が。星がついてもおかしくないんだが。ああ、そうだ、これ、あれなんだよ。塗装、未塗装で送っちゃったからなんだよね。未塗装で送っちゃった。ああ、違う、未塗装じゃない。これ真っ赤にして送っちゃったやつだ。まあ、未塗装で変わんないね。こっちはね、サビ止めもしないで送っちゃったやつだね。私を助けてくれますか？なんだけど、普通に I have a って、私の持ってる3号戦車を直してくれないっていう。来る？そういうメール。そういうメール来る？俺の持ってる3号戦車直してくんないかなっていうメール。いや、絶対この世界ガルパンでしょってぐらいだよ。もう本当に。なんでそんなみんな戦車持ってんだよっていう。この人はそんな戦車いっぱい持ってんのかね。ということで、また次回の動画もね、おそらくこれは直してると思うけど、また何、ね、面白い戦車が来たらやろうと思う。うん。今のところ直したことがあるのが、ドイツ戦車、シャーマン。まだね、ソ連戦車をね、直してないんだよね。直したら絶対面白いなっていうのはやっぱりね、まあ、ティーガーでしょ？パーシングもね、パーシングはサビ止めしたんだけど、サビ落としをして直した程度で、パーツは全部揃ってたからあんまり面白くなかったんだよね。で、また掘ってこいよっていうね、依頼が来たら、掘ってきたりとかするかもしれない。うん。
か自分から掘りに行くっていうのは確かできなかったかな。一応あるのは、こっちが、ヤードと、ヤードに行けばね、ヤードから出れればいいんだけど。これが掘ってきてってマークで、掘ってきて直して、うみたいな。で、掘ってきて直して、で、ミュージアムに飾るっていう。基本は直してたけどね。自由に外が出れないからね。ここ出れんのかな。自由に外に出る。ワークショップでしょ、これは。自由に外が、外に出れれば、外には出れない。うん。閉じ込められたようだ。どうやら閉じ込められたようだ。でとりあえず残ってるシャーマンを、これを。違う。これを。移動させると。はいと。この辺のはね、触るとね、パーツが手に入る、パーツというか、ジャンクが手に入ってね、後で、自分でパーツを自作したりとかするっていうのもあるんだけど、それはね、設計図をゲットしなきゃダメらしくてね、もう、私はまだ設計図持ってないんだよね。で、ジャンクヤードにはなぜかランダムでこう、戦車がね、勝手に置かれてくるっていう。これは3号か？いや。この作りは？この作りは、3かな？これは3かな？ 3 っぽいよね。どっちだ？ 8 楽。あ、3号だ。うん、ああ、この戦車も買えるんだ。ってことは、ここにある T が買っちゃう？買っちゃうか、この T が。バイタンクって書いてあるぞ。バイタンク。買う。あ、買った。買えるんだ。知らなかった。ランダムでね、このジャンクヤードにね、なぜか置かれてくるのは知ってるんだけど。買えるんだ。サンゴ持ってるからいいや。あ、でもこれ、このサンゴあれだよな。ね、ヤードにね、出たり入ったりをすればね、普通になんか出てくると思うんだよね。今のバイになったから、多分買ったと思うんだよ。入ってみよう。いやー、やっぱ博物館にティガーは飾りたいよね。ああ、普通に博物館入ってきちゃった。中にあるかもしれない。ちょっと覗いてみよう。じゃあ、次回の動画はもしかしたらね、このバラバラのティーガーを直してるかもしれないけど、まあ、パーツ一括購入っていうボタンがあるからね。まあ、でも誰かに頼まれて作るってわけじゃないから、あ、いるいる、ティーガーいる、こっちに。わお、いるぜ。いや、これ直すの楽しみだね。いや、楽しみだな。これは楽しみだな。で、こっち見えちゃう。もう一回ヤードに出て、ヤードに出て、戦車ガチャするか。ただね、依頼されたやつは直して送り出せばお金が入ってくるけど、まあ、購入したやつに関してはミュージアム用だから、なるべく見た目がいいやつ。あー、これはあれだな。これはあれだな。また3号ですな。また3号か。だねー。J 型はいいや。いいや。いや、まあだって、ティーガーをジャンクで拾えたからな。なぜしかし、本当に、毎回入るたびに、ヤードに勝手に、人んちのヤードに、錆びれた戦車置いてくんだろうね。この近隣住民は。
ミュージアムっていうよりはどっちかっていうと、あそこは直した戦車をセールで売ってるような感じだよ。直した戦車売ることもできるしね、このゲーム。だから、まあ、おそらくはね、やっぱりガルパンの世界の、ね、整備員なんでしょうね。よしよし、この辺もう取ったな。戻ろう。なんだこれ。よし。ということで、今回の動画はこれにて終了になります。またね、ぼちぼちこのゲームやっていくので、次はね、僕はティーガー戦車を、タイガー戦車、トラ1を直してることでしょう。いや、でも、逆にお金がね、必要だからね。いや、ティーガーのパス絶対高いだろうし。まあ、購入したとしても、全パーツ購入したとしても、一回全部サビ状態の安いパーツを購入して、完成品はクソ高いだろうからな。お金が足んないと思うから。ちょっとこれ、開いて。で、これを送ります。移動、パーキングじゃないね。モーイングトゥヤード、ヤードの、パッキングの地に置いとこう。よし。まあ、次はね、この、依頼をこなして、アセンブリ93%。パーツは全部揃ってるからね。まあ、あとは、うわぁ、これ錆びてんな。これは錆びす錆びですなぁ。まあ、これをね、錆落としして、きれいにして、また納品して、やって、お金が貯まったら、そうだね、ティーガーのやつをやろうかな。そしたらまた動画にあげようかな、ティーガー直すの。楽しみだね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。タンクメカニック、シュミレーターでした。それでは、さよなら。